月下長蒼。薄いガラスの窓を尖った雨が叩く音で目が覚めた。顔に落ちた髪を耳の後ろにかけて、私は枕元の携帯電話に手を伸ばす。時間はもう昼を塔に回っている頃合いで、なんだか急に一日のやる気がなくなってしまったような気がした。ああ、もう寝すぎた。携帯を適当に放り投げ、残り半日しかない休日をどう過ごそうかと思案する。あの子供のように手のかかる恋人と別れたりしなければ、今日も予定が詰まっていたのだろうか。私がいないと生きていけないと調子のいいことを言っていた彼は、いつの間にかよその若い女にさらわれていってしまった。別れ際、元恋人は自分といるのが苦痛なのだと言い訳のように繰り返した。思い出すと目頭の奥が熱くなる。バカみたい。つぶやいてベッドから体を起こす。冷蔵庫の中には食料らしいものはほとんど入っていない。ミネラルウォーターを手に取り、洗面所へ向かう。歯を磨き、洗顔して、外出する予定もないのに、コンタクトをつける。よく冷えた水を乾いた喉に流し込みながら、今日はどうしようかと思案する。カレンダーには何の印もついておらず、友人と遊びに行くという気分にもなれなかった。万が一にも街で彼と鉢合わせしたくない。でもこの部屋にいたらきっと息が詰まってしまう。そうしてそのうちに電話をかけてしまうかもしれない。そんなのはごめんだ。パジャマを脱ぎ捨て適当な服に素早く着替える。最低限のメイクだけをして鍵と財布をバッグに詰めて私は暗鬱な気分から逃れるように部屋を後にした。マンションを出ると表通りを大勢の人がごった返していて驚いた。誰も彼もが浴衣を着て下駄をカラコロと鳴らしながら楽しげに歩いてゆく。狐や猿の面をつけた子供たちが傘もささずに飛び跳ねながら石畳をかけていった。あ、今日は妙見祭か。地元では妙見の名で親しまれる古い祭りで、よそからも観光客が多くやってくるらしい。幼い頃はいつも楽しみにしていたけれど、いつの間にかすっかり忘れていた。妙見祭は毎年、7月の満月の夜に行われる決まりがあった。他に用事があるのでもない。私は少しだけ祭りを見て回ることにした。石畳の路地を埋め尽くすように、大勢の人が歩いている。両脇の民家の軒先にはずらりと提灯が並んでいて、とても綺麗だった。通行人の色とりどりの傘が紫陽花のように見えて、妙な味わいがある。露店の棚に並ぶそれを見て、私は思わず店主に声をかけた。あの、これ一つください。老齢の露店商は愛想よくうなずいて、棚にかけてある白狐の面を取った。一人で来ているのかい？はい。ちょっとうさばらしに。そうかい。悪いことがあったのなら、北条へに出てくるといい。北条へ？妙見さんのご神事だ。捕らわれた鳥を放ってやる。そうするとご神徳が得られるのさ。よその土地だといろいろな生き物を放つそうだが、妙見さんは鳥と決まっとる。私、地元なのに知らなかった。若いもんは知らんな。うじ子でないと話も来ないしな。誰でも参加できるの？本部に行って申し込んでくるといい。
宮の森を通って行けばそう遠くはないよ。天守にお礼を言って、紙でできた白い狐の面をかぶる。こうしておけば誰も私とは気づかない。幸い妙見は獣面をつけて回るという古い習わしがある。地元の人は大人から子供まで面をかぶって露店を回るのだ。私は宮の森へ足を向けた。露店のある通りからは外れているが、ここを通れば神社までは歩いて数分。あっという間に本部に着けるだろう。人の波をかき分け、私は裏路地へと逃れた。表通りの喧騒がほんの少し遠くなる。屋敷町とこの江湖疎水に挟まれた小道を宮の森という。森と名前がついているが、実際には孟宗竹がひしめき合う竹林の中を通る小さな石畳の道だ。今日は妙見ということもあって、道脇にずらりと竹灯籠が並び、明かりがゆらゆらと揺れている。綺麗だな、と思っていると、前からカゴを抱えた人が歩いてくる。顔にカラスの面をつけた男の人だ。真っ黒い浴衣を着て、やたらと背が高い。道を譲ろうと脇へ避けた私の前で、男の人が立ち止まった。じーっとこちらの顔を見てくる。どうやらカラスをモチーフにした面のようで、漆塗りの黒光りしていて、いかにも高価そうに見えた。おや？君もしかして？唐突に名前を言い当てられ、さすがに驚いた。面を外すと、ひんやりとした風が頬を撫でた。どうして私の名前を？小さい頃よく神社に遊びに来てただろ。ほら、前にクッキーをくれたじゃないか。そんなことがあっただろうか。何分幼い頃から遊んでいた場所なので、記憶が曖昧だ。近所の子供たちの遊び場だったから、年上のお兄さんたちに遊んでもらうことは少なくなかった。すいません、覚えてません。まあこんな格好じゃわからないか。小さかったしね。まあ久しぶりに顔を見れたのは何よりだよ。元気にやっているみたいでよかった。はあ、まあ元気ですかね。曖昧に笑ってごまかしたかったが、脳裏を別れの言葉がよぎった。そうか、まあいろいろあるよね。そのカゴは何ですか？あ、これ？中を覗いてごらん。カゴにかけられた布をそっとまくる。そこには全身真っ白い羽を持った鳥が何十羽と入っていた。これってカラス？白いカラスなんて珍しいですね。この子たちにはこれから働いてもらう。あ、私それに参加させてもらおうと思ってきたんです。そりゃいい。若い子が参加してくれるなんてどれくらいぶりだろう。彼は嬉しいなぁと繰り返しながら、私を先導して歩き出した。彼の後をぼんやりとついて行きながら、私はなんだか違和感を覚えていた。そうか。もう好いた人ができるような年になったんだね。年月が経つのは早いな。好因矢のごとしと言うけれど、本当にあっという間だね。はあ。楽しそうにおしゃべりを続けている彼と歩き始めて、もうかれこれ30分近く。私の幼い頃の記憶が正しければ、もうとっくに神社についていておかしくない。それに、この竹林はこれほど広く大きいものだったろうか。竹林の小道を挟むように、奇妙な露店がずらりと並んでいる。食べ物や古書など様々なものを売っているようだが、店主の誰もが顔に獣の面をつけていて、なんだか薄気味悪い。あれらの店に入ってはいけないよ。どうしてですか？人を惑わせるものばかりだ。
あんなものと取引をするものじゃない。私たちの視界の先、猿の面をした男の人が露店の店主と何か揉めているようだった。その様子はなんだか切羽詰まっていて、何かを取り返そうとしているようだった。ああいう類が集まってくるから困る。追い払ってやりたいけれど、今はそんな余裕がない。通り過ぎながら、猿面の男の人は肩を震わせて泣いているようだった。竹灯籠の明かりが風に揺らめく。息を切らし始めた私の様子を伺いながら、彼は歩みを進める。大丈夫かい？はい、大丈夫です。もう少しだよ。あ、ほら、先客がもう来ている。急に竹林が開け、小さな池の前に出た。池のほとりには、浴衣姿の若い女性と、赤いカラスの面をした男の人が、カゴを抱えて立っているのが見えた。その二人の他には人影はなく、お祭りという雰囲気はまるで感じられなかった。空を見上げると、夕暮れの空に白い月が深淵を描いている。やあやあ、遅くなってすまない。遅い。間に合わんかと思ったぞ。赤いカラスの面をした男が声を荒げた後、私の方を見て、おおと声を上げた。しばらく見ない間に大きくなったな。あの、すいません。全然覚えていなくて。昔どこかで会ってたことがありますか？境内で何度となくな。まあ、この格好じゃわからんだろうな。いやー、しかし成長したもんだ。まったくさ。まさか境内で遊んでいた子が神事に参加してくれるなんて。こんなことはもうないことだと思っていたよ。昔に戻ったようだ。二人が盛り上がっているのをよそに、私は傍らに立つ女性に目が釘付けになった。カラスの羽のようにあでやかな黒髪を頭の上に結い上げ、悠然と藍色の浴衣を着こなす美女。身にまとう雰囲気も神秘的で、同性の目から見ても息を呑む美しさだった。こんばんは。あ、こんばんは。良い黄昏ですね。私、ヒイラギと申します。はじめまして。地元の方ですか？はい。親は引っ越してしまって、もうこちらにはいませんけど、昔はここの氏子でした。そうなのですね。神事に参加するのは初めてですか？そうなんです。恥ずかしながら、北条へのことを今まで知らなくって。北条へ？彼女は一瞬キョトンとした顔になり、すぐになんだか困ったような顔をして笑った。あなた、ここは北条への会場ではありませんよ。ここは神事をする場所、宮司さえ忘れてしまった本当の神事を執り行う場所です。え、私てっきりここが北条への会場だと思って。そうだ。考えてみればおかしい。あれだけの人間がいながら、参加者がたった二人しかいないだなんて。せっかくだから見届けてあげてください。他でもない、彼らが連れてきたのだから。あなたにも知る権利があります。本来これは宮司が取り仕切らなければならないのだけれど、当代の宮司にはあれが見えないようですから。あれ、と指さした先、池の水面が盛り上がった。黒い檻のようなものがうごめいて、なんだか人のような形になる。一目であれは良くないものだとわかる。あれに触れたらたたられる。理屈ではなく、本能的にそう思う。おぞましい、汚らわしい何か。少しずつ、形が半然としてゆく。人の顔が浮かんでは砕け、また違う顔が浮かんでは消えた。顔の口の部分にぽっかりと深い穴が落ちて、
低くひび割れた音が漏れた。背筋が凍る。ひどい周期に顔が歪んだ。あれは、この土地に溜まった汚れ。あ、悪霊みたいなものですか？汚れは、人の営みの中で、必ず生じてしまうものですが、そのままにしておくと、災禍を呼びます。だからこうしてみそぎを行って、払ってやらなければなりません。池の水面は闇を溶かしたように黒い。それが泡を立てて、地獄のようなありさまになっていた。漆黒の泥が盛り上がり、砕けて落ちる様は、まるで悪い悪夢を見ているかのようだった。さあ、始めよう。私は何をすれば？君は見ているだけでいい。誰かが見ていてくれないと、みそぎはできないからね。君はこの土地と縁が深いから、そこにいてくれるだけでいい。これは葬儀のようなものだから、見送ってくれる人がいるのだよ。葬儀？見届けてくれたらそれでいい。そうして、忘れないでいてくれたら、私たちは嬉しいんだ。黒いカラスの面をした人がそう言って、二人は同時に鳥かごを地面の上に下ろした。布を外した瞬間、カゴが内側から弾けるように砕けた。白いカラスが数えきれないほど飛び立ち、黒い汚れへと群がっていった。あっという間に水面の上が白いカラスで埋め尽くされる。鋭いくちばしが黒い汚れをついばみ、引きちぎってゆく。食べているのだ。鳥巣だ。昔本で読んだことがある。鳥は神の使い。亡くなった者の魂を天空へと連れて行ってくれると信じられてきた。外国には今でも鳥巣を続けている国がいくつもあるという。私が見ている目の前で、白いカラスたちが少しずつ黒くなっていった。まるで汚れを引き受けるように、白い羽毛が滲むようにして黒く染まってゆく。やがて、カラスたちが一斉に飛び立った。池の水面は浄化されたように清らかで、夕日を受けて煌々と輝いて見えた。私は不意に思い出した。あ、振り返った瞬間、カラスの面をつけた二人の姿が溶けるようにして消えた。そうして、大きな庭のカラスが黄昏の空に舞い上がった。一瞬、こちらを一別したけれど、もう言葉を発してはくれない。手を伸ばしたけれど、もう届きはしなかった。何か思い出しましたか？はい。小さな頃、神社の境内に大きなカラスが2羽住んでいて、友達とお菓子をあげたりしていた。とても人懐っこくて可愛くて、大きくなるにつれ、いつの間にかすっかり足を伸ばさなくなってしまったけれど、向こうは忘れずに覚えていてくれたらしい。彼女は薄く微笑んで、足元に落ちた白いカラスの羽をつまみ上げた。それ、いただいてもよいですか？きっと、あなたに受け取ってほしくて、残していったのだと思いますよ。カラスの羽を受け取りながら、私は瑠璃色の空に浮かぶ、夕月を眺めた。